南極海グレートアイスバリアの遠征船ディスカバリーディスカバリー遠征は20世紀初めにイギリスが初めて南極地域で行った公式の探検である。それよりも60年ほど前にはジェームズ・クラークロスによる付近の航海があった。王立協会と王立地理学会の合同委員会のもとに大規模に組織された遠征隊は それまでほとんど未踏だった南極大陸の科学的調査と地理的探検を行うことが目的だった。この探検隊を率いたロバート・ファルコン・スコット、アーネスト・ジャクルトン、エドワード・ウィルソン、フランク・ワイルド、トム・クリーン、ウィリアム・ラシュリーなど、南極探検の英雄時代に指導者となった多くのものが、この時に南極での経験を積み始めた。探検隊の科学的調査により、 生物学、動物学、地質学、気象学、磁気学の分野で大きな進展があった。雪のないマクマードドライバーレーズやケープクロージャーの高低ペンギン生息地など地質学や動物学の重要な発見があった。地理の分野では西部産地ルートを通じてエドワード七世半島、極点大地の発見などの業績があった。 この遠征隊は本気で南極点を目指してはおらず、最南端は南位82度17分まで進んだに止まった。このディスカバリー遠征は後の冒険につながる先駆者としてイギリスの南極体験史で大きな区切りとなった。氷に閉ざされたディスカバリー号とその乗組員を救出するために金を使うことになった。ものの、帰国後は成功した遠征として祝された。 しかしその科学的記録の中にはその質が問われるものもあった。この遠征隊の大きな失敗は、スキーや犬を使った極地を効率的に動く技術を習得できなかったことであり、これは英雄時代を通じてイギリスの南極遠征で災いすることになった。ディスカバリー遠征の行動範囲を示す地図、主たる奇跡は最南端到達への旅。 1902年11月から1903年2月。黒線は西部山地を通って極点台地に向かう西部経路。1903年10月から12月。青線はメッセージポイントとケープクロージャーの高低ペンギン性測定の経路。1902年10月、1903年9月と10月1839年から1843年。 イギリス海軍大佐ジェームズ・クラーク・ロスが HMS エレバスと HMS テラーを指揮して南極大陸まで3度の航海を成功させた。この期間に南極の新しい部分を発見、探検し、その後の多くのイギリスによる遠征の石を提供した。ジェームズ・クラーク・ロス、ロス海、ロスタナゴーリ、マクマードサウンドの発見者ロスは南極の一般的な地形を地図化し、 多くの地名をつけた。ロス海、グレートアイスバリア、ロス島、ケープアデア、ビクトリアランド、マクマードサウンド、ケープクロージャー、さらにはエレバス山とテラー山の双子火山だった。ロスは何度かバリアに戻り、そこを通過しようとしたが、その最南端到達点は1842年2月、波78度10分の小さな入り江までだった。ロスは、 バリアの東に陸があると想像していたが、それを確かめられなかった。ロスの後の50年間は南極のこの部分に入ったという記録がない。1895年1月、ノルウェー人の捕鯨隊がビクトリアランドの北端であるケープアデアに短時間上陸した。その4年後、前の上陸隊に参加していたカルステン・ボルク・グレウィンクがサザンクロスで独自の遠征隊を率いてきた。 この遠征隊には、イギリスの印刷業界の大立社、ジョージ・ニューネスが、隊員の名称を、イギリス南極遠征隊と呼ぶ条件で、3万5千ポンドを寄付していた。ボルク・グレビンクは1899年2月に、ケープアデアに上陸し、小さな小屋を建て、1899年の冬をそこで、過ごした。次の夏には南に航海し、バリアのロスの入り江に上陸した。 その三人の隊はソリを使ってバリアの表面を南に進み78度50分という新しい最南端に到達した。19世紀から20世紀への変わり目に南極地域に対する国際的な関心が高まった時期にディスカバリー遠征が計画された。ディスカバリーがインド洋の南にある南極大陸の部分を探検したのと同じ時期にエイリッヒホンドリガルスキーが指揮する。 ドイツ遠征隊が出発した。スウェーデンの探検家、オットー・ノルデン・ショルドが指揮する遠征隊がグレアムランドに向かい、フランスのジャンバティスト・シャルコーが指揮する遠征隊は南極半島に向かった。また、スコットランドの科学者、ウィリアム・スペアズ・ブルースがウェッテル海に科学遠征隊を率いた。イギリス海軍本部副大臣ジョン・バローの影響したナポレオン戦争後の平和な時代では、 極地探検がイギリス海軍の活動領域になった。1845年にフランクリン遠征隊が消息を絶った後は海軍の興味が薄れ、その後は多くの実りのない調査が続いた。ジョージ・ネアズが率いた1874年から1876年の北極探検では船が永久流氷に阻まれるという問題点に遭遇し、ネアズ自身が北極は 到達不可能と宣言した後、海軍本部は、それ以上の極地探索は危険であり、費用もかかり、実りのないものであると判断した。ロバート・ファルコン・スコット海軍大佐、ディスカバリー遠征の隊長に指名されたしかし、王立地理学会の秘書官、クレメンツ・マーカムは、1851年のフランクリン、救出遠征に加わった海軍の軍人だった。マーカムは、 ネアズの遠征の一部にも加わっており、海軍の歴史的な役割を再開する確固とした提唱者になった。さらにこの野望を推進する機会が1893年11月に訪れた。1870年代のチャレンジャー号探検公会で生物学者として南極海域を訪れていた著名な生物学者のジョン・マレーが王立地理学会に働きかけた。マレーは 南極探検の再開と題する論文を提出し、イギリスの科学のために大々的な遠征を要求した。これにはマーカムから、また国の主要科学団体である王立協会の2社から強い支持があった。2つの団体の合同委員会が設立され、遠征隊が採用すべき形態を決めることになった。マーカムが描いていたのは、ロスやフランクリンの形に習う本格的な海軍のものであり、 合同委員会の一部からは反対されたが、その執念によって遠征隊は大部分がその願いに叶う形に作られることになった。マーカムのいとこの電気作者が後に、遠征隊は彼の脳の創作物、継続したエネルギーの産物と書いていた。後に、極地探検の責任者に適したものとなる将来を、職望される若い海軍士官に、マーカムが気づいたのはかなり前のことだった。 1887年に士官候補生、ロバート・ファルコン・スコットを見たのが最初であり、スコットはセントキッズで HMS ローバーに乗艦しており、マーカムのことを覚えていた。その13年後に HMS マジェスティックの魚雷隊員になっていたスコットは、その経歴を進める道を求めており、ロンドンでクレメンツ・マーカムと会った機会を活かして遠征隊長に応募することになった。 スコットは、マーカムの心の中に長い間残っており、何を置いても最初に選んだものだったが、その他にも好ましい候補者は、視界内に入ってきたものの、年を取り過ぎているか、あるいは使えなくなっていた。マーカムの断固とした裏付けがあったので、スコットは、海軍中佐に昇格した時点から間もない1900年5月25日に、隊長に指名された。 遠征隊の指揮系統を決めておく必要があった。マーカムはその始まりから全体指揮は海軍士官であり科学者ではないと決めていた。スコットはその指名後にマーカム宛てに手紙を書き自分が船と上陸部隊の指揮を全うしなければならないと繰り返し今後のの指名について相談を受けるべきと主張した。しかし合同委員会はマーカムの目諾により メルボルン大学地質学教授で元大英博物館地質学者助手だったジョン・ウォルター・グレゴリーを遠征隊の科学者指揮官に指名した。王室協会の合同委員会に入っている者に裏書きされたグレゴリーの見解は上陸部隊の組織と指揮はグレゴリーに任されるべきということだった。船長は春節や引き網などに求められる援助をするよう指示される。 科学班の下船に必要なボートを手配することであると語っていた。それに続いた論争の中で、マーカムは、スコットの遠征隊全体の指揮が全てであり、曖昧であってはならないと論じ、スコット自身は、この件について、身体をかけて主張した。マーカムの見解とスコットの見解が通り、グレゴリーは辞任した。曰く、科学的な仕事は、 海軍の冒険に従うべきではないとしていた。この議論は、教会の間の関係をまずくした。そのことは、遠征が終わった後にまで引きずり、出版された結果の範囲や質に関する批判に反映された。マーカムは、海軍の指揮官にこだわったことが主に伝統と、様式の問題であり、科学に対する軽視を示すものではないと主張した。 マーカムは単に他のものよりも高い度まで進むことなら、支持するに値しないという自説を明らかにしていた。アーネスト・シャクルトン、ディスカバリーの参島公会士マーカムは、本格的なイギリス海軍の遠征を期待したが、海軍本部からは、その時点で、海軍任務の緊急性から士官を当てられないと警告された。それでも、海軍本部は、スコットとチャールズ・ロイズを当てることに合意し、 その後にマイケル・バーンとレジナルド・スケルトンが遠征隊に加わることを認めた。他の士官は商船海軍から選ばれた。アルバート・アーミテージは副隊長であり、1894年から1897年のジャクソン・ハームズワース北極遠征に加わった経験があった。アーネスト・シャックルトンは三島航海士に指名され、戦争、物資と食料を任され、 娯楽を手配する責任もあった。海軍本部が20名ほどの歌手官と水兵を教室し、乗組員の残りは、商船乗組の者、あるいは市民から雇われた者を当てた。過干の乗組となった者たちの中には、南極のベテランになった者もいた。例えば、フランク・ワイルド、ウィリアム・ラシュリー、トマス・クリーン、エドガー・エヴァンス、アーネスト・ジョイスがいた。この遠征隊は、 海軍の正式なプロジェクトではなかったが、スコットは海軍の系統で遠征することを提案し、乗組委員から海軍規律法の下で働くことに自発的な同意を確保した。科学班は経験がなかった。科学者主任として、グレゴリーの後継者になったジョージ・マレー博士は、オーストラリアまでの任務であり、実際の航海を使って科学者を訓練したが、 遠征の細かな作業には加わらなかった。それ以前に南極の経験があった唯一の科学者はボルク・グレビンクの遠征に磁気観測者と気象学者として参加したルイス・ベルナッチだった。地質学者のハートリー・フェラーはケンブリッジ大学を卒業したばかりの22歳であり、マーカムが一発の男になるかもしれないと考えていた。 海洋生物学者のトマスビア・ホージソンは、プリマス博物館から来ており、より円熟した人物であり、二人のドクターより年長だった。レジナルド・コートリッツは39歳で、遠征隊の中では、最年長者だった。コートリッツは、アーミテージと同様、ジャクソン・ハームズワース北極遠征に加わっていた。若いドクターは、動物学者のエドワード・ウィルソンであり、スコットと親しくなり、 スコットに欠けていると言われた冷静さ、忍耐強さ、公平さという特質を備えていた。遠征の総費用は9万ポンドと見積もられた。2009年換算で約725万ポンドとなる。このうち4万5000ポンドはイギリス政府が拠出し、2つの教会が同額を集められるという条件をつけていた。王立地理学会の裕福な会員である、 デヴブリン W ロングスタッフから2万5千ポンドの寄付があったことが大きく、両協会は必要な資金を集めた。王立地理学会自体は8千ポンドを拠出しており、その日まででは一つの遠征に出した最大の拠出だった。またアルフレッド・ハームズワース、後のノースクリフ協が5千ポンドを寄付しており、1894年から1897年の ジャクソン・ハームズワース北極遠征にも寄付していた。残りの金額は小学寄付者から集められた。この遠征隊は商業的スポンサーからも恩恵を受けた。コールマンはからしと小麦粉を提供し、キャドバリーはチョコレートを3500ポンド、イエーガーは特殊衣類費の40%割引、ベーキングパウダーのバーズ、牛肉エキスのボブリルなども そこそこの貢献をした。ディスカバリーのカネエン生態の船は、断儀造船会社で、南極海で動くために設計された特殊用途研究船として建造され、イギリスで建造された、木造三本マストの船として最後期のものになった。尖閣建造費は34,050ポンド、エンジンが1万3 2 2ポンド、偽装後の最終コストは5万1000ポンドだった。船名は、 昔からの海軍の伝統があり、最近、ジョージ・ニアズの遠征に使われた船の一隻のものを取り、この古い船のある特徴が新しい船の設計に取り入れられていた。1901年3月21日、SY ディスカバリーとして、マーカム夫人の手で浸水した。ディスカバリーは、イギリス海軍の艦船ではなかったので、海軍本部は、イギリス軍艦機を上げることを認めなかった。 朝鮮船,船舶法のもとに公開し、王立地理学会の旗と、王立ハリッジヨットクラブの青旗と三角旗を挙げた。ディスカバリー遠征は、以前にあったロスやボルクグレビンクの遠征と同様に、南極のロス海で動くこととされた。この大陸の他の地域も検討されたが、原則は、知っているところから初めて未知のところに至るだった。この遠征の二大目標は、合同委員会の 指揮官に与える指示書に要約されていた。すなわち、遠征の範囲に含まれる南極の部分の自然、状態、範囲をできる限り見極めることであり、南位40度以南の地磁気を調べ、気象学、海洋学、地質学、生物学、物理学の調査と研究を行うとされていた。この指示書は、これら目標のどちらも他方のために犠牲にされてはならないと書かれていた。 地理的な目標に関する指示はより具体的だった。地理的興味の主要点は、ジェームズ・ロスが行った東端にある氷の障壁を探検すること、ロスがそのバリアの東にあると考えた陸地を発見すること。ディスカバリーが停泊した場所の現代の写真。マクマード・サウンドのウィンター・クォーター1。右手奥にハットポイントの小屋が見られる外からの、接近ディスカバリーは1901年8月6日に、 バイト島を出港し、ケープタウンを通過した後は、何40度以南の時期調査のために回り道し、11月29日にニュージーランドに到着した。最終準備のために3週間を使った後で、南に行く用意ができた。12月21日、大群衆に送られて、リトルトン港を出港するときに、若い熟練船員、チャールズ・ボナーが、シュマストの頂上から落ちて死んだ。 群衆からの喝采に応えようと登っていたものだった。その2日後、ボナーはポートチャルマーズで埋葬された。その後は南に進んで1902年1月9日にケープアデアに到着した。短時間上陸し、ボルクグレビンクのキャンプ跡を検査した後、船はビクトリアランドの岸に沿って南下を続けた。マクマードサウンドでは東に転じ、ケープクロージャーで再度接岸し、 あらかじめ設定していた連絡書を設置して、救援船が遠征隊の場所をつかめるようにした。その後はアイスバリアを東端まで進み、1月30日にロスが予測していた陸地を確認し、エドワード7世半島と名付けた。2月4日、スコットはバリアに上陸し、空中探査のために入手していた観測気球を出した。スコットがしっかり経留された気球に乗って、 急速に上空600フィートまで登った。二番目に上がったのはシャクルトンだった。二人とも見たのは果てしなく続くバリアの表面だった。ウィルソンは内心でその上昇を全くの気違い沙汰だと考えた。ウィンタークォーターワンディスカバリーは高級的な宿営地を探して西に進んだ。2月8日にマクマードサウンドに入り、その日遅くにその南端近くに停泊した。 後にその場所をウィンタークオーター湾と名付けた。ウィルソンは船にとって安全で氷の圧力からは完璧な遮蔽となる陶器宿営所に導かれたというのは極端な幸運に恵まれたことを皆が認識したと記していた。しかしストーカーラシュリーは陰鬱な場所に見えると考えた。ハットポイントと名付けられた岩の多い半島で遠征用小屋の建設が始められた。スコットは 遠征隊は乗船したまま生活し、働き続けるべきと判断しており、ディスカバリーが氷の海に閉ざされても、守護屋を倉庫と退避所として使わせるようにした。ハットポイント岬に立つビンス記念十字架隊の全体でスキーに熟練した者はおらず、バーナッチとアーミテージのみが犬ぞりの経験があった。その結果最初はこれらの技法をマスターしようと試みられたが、 その後は奨励されなくなった。その代わりに、スコットの好む人力によるソリの引きずりを補強することになった。3月11日、ケープクロージャーへの旅を試み、そこから戻ってきていた一帯が、吹雪の中で氷の斜面に立ち往生し、不慣れな条件の危険性が確認された。安全な場所を探している時に、隊員の一人で熟練船員のジョージ・ビンスが、 崖の縁から滑落して死んだ。遺体は上がらなかった。ビンスの記念のために、単純な文字を刻んだ十字架が建てられ、現在もハットポイント岬の上に立っている。5月から8月が冬季であり、科学者たちは、その研究で忙しく、一方、よそでは、装置や物資が次のシーズンのために準備された。余暇のために、素人演劇が行われ、 また講義の形態で教育活動もあった。シャクルトンがサウスポーラータイムズという新聞を編集した。屋外の気晴らしもあった。氷の上でフットボールが行われ、定期的に時期と気象の観測が続けられた。冬が終わるとソリの試し走りが再開され、計画されていた南行きのために装置と食料が甘え、持って試された。南にはスコット・ウィルソン。 シャクルトンが行くことになった。一方で、ロイズが指揮したタイが、ケープクロージャーに行き、そこのポストに伝言を残してきた。この時に、皇帝ペンギン生息地を発見した。アーミテージが指揮した別のタイは、西の産地を偵察し、10月に戻ってきた時は、タイで初めて解決病の兆候が出ていた。アーミテージは新鮮な肉を得るために動物を殺すことに対し、スコットが、 感情的な反対をしたことを責めた。その後遠征隊の食事がすぐに改善され、トラブルはなくなった。南行き、スコット、ウィルソン、シャクルトンは1902年11月2日に犬と支援隊とともに出発した。その目標は、バリアの氷の上をまっすぐ南に行けるところまで、可能ならば南極点まで行き、新しい陸地を発見することだった。 11月11日に支援隊がボルクグレーピンクの最南端記録難易78度50分を通過して最初の里藤氷となった。しかし犬を扱う技術の欠如が間もなく明らかとなり歩みは鈍かった。11月15日に支援隊が戻った後、スコット隊は荷物をリレーし始めた。すなわち半分だけ引きずって進み、また元に戻って残りの荷物を引きずった。 このために1マイル進むために3マイルを歩く必要が生じた。犬の食料についても誤りが生じていた。犬が弱ってくると一番弱った犬を他の犬の食料のために殺す必要があった。人間も、節毛、頭症、解決病の兆候と戦っていたが、西に山地を見ながら南に進み続けた。クリスマスは二食分で祝われた。シャクルトンがもしもの時のために、 ソックスの中に隠していたクリスマスプディングも出された。1902年12月30日、まだバリアを出ていなかったが、この隊の最南端9位82度17分に到達した。木とは問題が重なってきた。残っていた犬が死に、シャクルトーンは解決病がひどくなった。1903年1月14日付、ウィルソンの日記は、我々はすべてわずかだがはっきりとした。 解決病の兆候があると記されていた。スコットとウィルソンが奮闘し、シャクルトンはソリを引けず横について歩くだけであり、時にはソリで運ばれた。この隊は1903年2月3日に船にたどり着いた。93日間でリレーを含めて960マイルを歩き、1日あたりでは10マイルをわずかに超えただけだった。南行き隊が出て、不在の間に、 救援船 SY モーニングが到着し、新鮮な食料をもたらした。この遠征隊を編成したものは、1903年初期にもディスカバリーが氷を離れ、次の冬が来る前にスコットは海洋の探検や調査ができるものと考えていた。3月あるいは4月にニュージーランドに帰還し、その後は太平洋を通ってイングランドまで時期の調査を続けながら帰ってくると考えていた。 モーニングはこの期間に、スコットが必要とする支援を行えると見ていた。この計画はディスカバリーが氷の中にしっかりと止まっていたので狂ってきた。マーカムはこれを個人的には予測しており、モーニングの館長、ウィリアム・コルベックが、スコット宛ての秘密の手紙を携えており、その中で、スコットにもう一年氷の中で過ごすことを認めていた。再度の越冬は避けられない情勢であり、 救援船は隊員の中から帰国する者に機会を提供することになった。その中には闇上がりのシャクルトンがおり、シャクルトンは抵抗したが、スコットが彼の現在の健康状態ではこれ以上の困難さを経験すべきではないと判断した。スコットとシャクルトンの間の不和はこの時点からあるいは南行きの間の中互いから激しい言葉の応酬になった時に始まったと考えられた。 それらの詳細はアーミテージからもある程度伝えられている。アーミテージもスコットとの関係が破綻しており、スコット、ウィルソン、シャクルトンがすべて死んだ後にその詳細を明らかにし、その中でスコットのことをあまりよく言っていない。その他の証言ではスコットとシャクルトンの間がしばらくの間愛して良好だったことを示している。 シャクルトンは遠征隊が1904年に帰国した時に会っており、後に大変身のこもった手紙をスコットに送っていた。1903年の冬が過ぎた後、スコットはこの遠征隊では2回目の主要な考慮の準備をした。すなわち、西部山地の東半とビクトリアランド内陸の探検だった。前年にアーミテージの偵察隊が、 標高8900フィートに達するルートを開拓して戻ってきたが、スコットはその地点からさらに西に進み、できうるなら、南時局を突き止めたいと考えていた。欠陥のあるソリーのために一度出発できなかった後、スコット、ラシュリー、エドガー・エヴァンスの隊が、1903年10月26日にディスカバリーを離れて出発した。皇帝ペンギン、ケープクロージャーにある、 その生息地は1902年10月に、チャールズ・ロイズが率いた体が発見した西域体は、遠征隊の地質学者、ハートリー・フェラーにちなんで名付けた大きなフェラー氷河を、登って、標高7000フィートまで達したところで、吹雪のために1週間閉じ込められた。このために、氷河の頂点に達したのは11月13日になっていた。続いてアーミテージが進んだ、再延点を過ぎ、 極点台地を発見し、そこまで進んだ最初の隊になった。地質調査隊と支援隊が帰還した後、スコット、エバンス、ラシュリーはその後の8日間で特徴もない平原を西に進み続け、11月30日までに150マイル進んで最西端に達した。氷河に登る時の強風で広報票をなくしており、正確にどの位置まで来たのか分かってはいなかった。 またその場所を特定できるような目印もなかった。フェラー氷河までの会議の工程は1時間に1マイルも進めないような条件となり、食料はそこを突きかけ、しかもスコットの親指による方向指示に頼っていた。氷河を降る時にスコットとエヴァンスがクレバスに落ちそうになって命拾いした後、南極では稀な雪のない地域を発見した。ラッシュリーはそこを ジャガイモを育てるには素晴らしい場所と表現していた。タイは12月24日にディスカバリーに戻ってきた。59日間で700マイルを回ってきたことになった。この人がソリを引く旅で1日あたり14マイル進んでおり、前年の南行きで犬を使った時よりもかなり良い成績だった。このことでスコットの犬に対する偏見を増させることにもなった。極地の歴史家。 デイビッド・クレーンはこの西行き旅を極地の歴史で最大級に偉大な旅と呼んだ。スコットがいない間にいくつかの旅も行われていた。ロイズとバーナッチは南東のバリアに31日間を行っており、不均質に平らな正常と時期の観測を行ってきた。別の隊は南西のコートリッツ氷河を探検し、ウィルソンはケープクロージャーまで行って皇帝ペンギン生息地を 近距離から観察してきた。スコットが戻ってきた時に、ディスカバリーが氷から解放されていることを期待していたが、氷はきつく張ったままだった。氷をのこぎりで切る作業が始まったが、12日間、働いた後で、長さ450フィートの2本の平行線が切られただけであり、船の位置は氷のない海まで20マイルだった。1904年1月5日、 救援船のモーニングが戻ってきた。この時は2番艦の寺の場も連れてきた。コルベックは海軍本部からのはっきりした指示書を傾向しており、もしディスカバリーが然るべき日付までに解放されないのであればそれを放棄し救援船2隻で戻ってくることとされていた。この最後通帳は遠征隊の金庫が空だったので2回目の 救援船派遣の費用についてはマーカムが財務省に依存していたことの結果だった。海軍本部は自分たちの条件での見金を払うつもりだった。三人の船長の間で合意された最終日限は2月25日であり、まだハットポイントで固く氷に閉ざされているディスカバリーまで救援船が届くのは時間との戦いになった。スコットは予防処置として、 その科学的標本類を他の船に移し始めた。氷を割るために爆薬が使われ、残ギリ隊も作業を再開した。救援船が近づくことができていたものの、1月末の時点でディスカバリーは氷に閉ざされたままであり、救援船まではまだ2マイルあった。2月10日、スコットはディスカバリーを放棄することに同意したが、2月14日に残っていた氷の大半が突然崩壊し、 モーニングとテラノバがやっとディスカバリーの傍らまで到達できた。2月16日、最後の爆発物で残りの氷を除去し、翌日一時的に浅瀬に乗り上げた時に脱出した後、ディスカバリーはニュージーランドへの帰りの航海を始めた。ビクトリアランドの西部山地にあったドライバレー、西域探検の時に発見された遠征隊がイギリスに戻った時、最初の受け取られ方は無音だった。 1904年9月10日にディスカバリーがポーツマスの港に入った時にマーカムがこれを出迎えたが数日後に遠征隊がロンドンに到着した時には交換の出迎えもなかった。しかしこの遠征隊に対する大衆の熱狂があり公式の認知が続いた。スコットはすぐに海軍大佐に昇進し国王エドワード7世に配越するためにバルモラル城に招かれ 国王からロイヤル・ビクトリア勲章を授けられた。海外からもフランスのレジオンド・ドヌール勲章などメダルや勲章を受け取った。遠征隊の他の士官や乗組員にも局地メダルが与えられ、昇進も行われた。この遠征隊の地理学的成果としては、エドワード7世半島の発見、西部山地の東半島、極点大地の発見だった。この大地を初めてソリで旅し、バリアは 南位82度17分まで降った。ロス島の自然が確認され、南極横断山脈が南位83度まで地図に載った。200以上の山の位置と高さが計算された。他にも多くの地形や目印が同定、命名され、広範な海岸不測量が行われた。科学的に重要な発見もあった。西部山地にあった雪のないドライバレーの発見もその一つであり、 ケープクロージャーの皇帝ペンギン生息地、アイスバリアが浮いている棚氷であることの科学的証拠、フェラーが発見したこの葉の化石が南極大陸とゴンドワナ町大陸とを結びつけたことがあった。数多い地質や生物の標本が集められ、新しい海洋生物種が確認された。南時局の場所がかなりの精度で計算された。海軍の水路測量技師長。 ウィリアム・ワートンから科学的結果に一般的なお墨付きを得たことは前進だった。しかし、気象学データが出版された時に、ロンドンの物理学会会長、チャールズ・クリー博士など、科学機関の内部でその制度が問題にされた。スコットはそのチームの仕事を弁護したが、個人的には、ロイドのこの分野における文書業務が恐ろしく手抜きであることを認めていた。 解決病を避けられなかったことは遠生体の失敗というよりも、この病気の原因を医学的に無知だったことの結果だった。当時、新鮮な肉が治療法になりうるというのが知られていたが、それの欠如だけが原因ではなかった。このために、解決病に襲われた時のように、南の航海では新鮮なアザラシの肉が確保された。 シャクルトンは1907年から1909年に実施したニムロド遠征で余分なペンギンやアザラシの肉を含む注意物解食料を通じてこの病気を避けた。しかしエドワード・エヴァンスタイは1910年から1913年のテラノバ遠征でその病気でほとんど死にかけており、1915年から1916年のロスカイ主体では 解決病が特に破壊的なものになった。ディスカバリー遠征から25年ほど後に原因が突き止められるまで解決病は危険なままだった。スコットは海軍から休暇を与えられ、ディスカバリーの後悔という公式遠征記録を書いた。これは1905年に出版され、よく売れた。しかしこの本で南行きの時にシャクルトンが衰弱したことに関するスコットの証言が、二人の 間の意見の食い違いに発展し、特にシャクルトンがソリで運ばれた程度について、スコットの証言が問題だった。それの意味したことは、シャクルトンの衰弱が、比較的印象の薄い南の記録を作ったということだった。スコットは、その後海軍任務に復帰し、最初は、海軍情報部責任者の助手、続いて HMS、ビクトリアスに上官するジョージ・エジャートン海軍巡将の、 機関艦長を務めた。その頃には国民的英雄になっていたが、注目を浴びることは嫌っていた。遠征は大衆に向かっては勝利として提示されていた。この高揚感は客観解析の助けにはならず、あるいは遠征の強さや弱さの資料深い評価にもならなかった。特に、スコットが人の引くソリを他の表情移動手段よりも、 本質的に高貴なものであるかのように称賛したことは、スキーや犬を使う方法を一般的に嫌をすることに繋がり、その後の遠征に持ち越される考え方になった。このことは、フリチョフ南線のような年季の入った表情の旅行者を、当惑させた。南線の助言は求められることが通常だったが、横に避けられることも多かった。ディスカバリー遠征は、 その後15年間で遠征隊の支持者あるいは指導者となった者たちにとって南極経歴を始めさせることになった。スコットやシャクルトンとは別に、カカンパンのフランク・ワイルドやアーネスト・ジョイスも何度も氷の大陸に戻ってきており、明らかに陸上で落ち着いて通常の生活を送ることはできない様子だった。1903年のスコットの西行きで同行したウィリアム・ラシュリーとエドガー・エヴァンスは、 スコットのその後の計画にも参加し、通常のソリ行同反射となった。トム・クリーンは後にスコットとシャクルトンの遠征に参加した。救援征モーニングの一等公開し、テディ・エヴァンス隊は自分で遠征隊を率いていく計画を立て始め、その後の1910年にはスコット隊に加わった。スコットは海軍任務に戻ってから間もなく、王立地理学会に 南極に戻る意思を伝えていたが、その情報は当時公開されなかった。1907年初期、シャクルトンが地理上の南極と地場上の南極に到達するという二つの目標を持って遠征隊を率いる計画を公表しており、スコットはそれに規制を制された。スコットはマクマードサウンドが自分の仕事領域だと主張し、その脅しでシャクルトンは、 マクマードサウンドからは動かないことに合意した。シャクルトンはそのような事情で安全に上陸できる地点が見つけられず、この約束を破らざるを得なくなった。その遠征は南位88度23分と南極まで100マイル足らずまで接近し、北側の死体は南時局に達するなどかなりの成功を収めた。しかし、シャクルトンが約束を保護にしたことで、 スコットとの間に大きな歪みを生じさせ、スコットは元の仲間を嘘つきとか悪党と呼んで跳ねつけることになった。スコットの計画は次第に実現に近づいた。大規模な科学と地理の遠征隊で主たる目標に南極点の征服を据えた。スコットはディスカバリー遠征の科学班の仕事にあった素人的作業を避けたいと絶望した。 エドワード・ウィルソンを科学者の主任に指名し、ウィルソンが経験者のチームを選んだ。遠征隊は1910年にディスカバリーの救援船の片荒れだった寺の場で出発した。その計画はロアール・アムン船の指揮するノルウェー隊が南極にほぼ同時に到着したために面倒なことになった。アムン船隊は1911年12月14日に南極点に到達し、 無事に戻った。スコット・トウィルソンを含む合計5人の隊は1912年1月17日に南極点に達し、キロで5人とも死んだ。厳中客中オンラインソース。ありがとうございます。